ヘレン・ダンカン・ィクトリア・ヘレン・ダンカンは、スコットランドの霊媒である。1930年代から1940年代にかけて霊媒として人気になり、スピリチュアリストの間で支持を得ていた。ヘレン・ダンカンと人形のエクトプラズム。チーズ製造に使う関連者という布と雑誌の切り抜きで作ったエクトプラズムを持つダンカン口に関連者を挟んだ。 ダンカン貧しい家具職人の家に生まれ、幼い頃から霊能力があったとされる。20歳で結婚。夫ヘンリーは父と同じく家具職人だったが、第一次世界大戦で負傷し後遺症が残った。家計は苦しく、ダンカンは12人の子供を産んだが、無事に成人したのは6人だけである。昼間は工場で働き、夜に家事と霊媒をこなした。物質化現象で有名で、 アルバート・スチュアートという例や、ペギーという子供の例を物質化したとしている。1930年代から1940年代に、ダンカンは霊媒として人気を得た。1933年1月5日、エディンバラでおとり捜査を受けて逮捕された。1939年に第二次世界大戦が始まってから、ダンカンは軍港がある。 英国南部のポーツマスに住んでいた。1941年、ダンカンは、ある軍艦の沈没を高齢界のゲストに告げたという。その後1943年、高齢界に、水府の霊が現れ、戦艦マーラム号が沈んだところだと告げたという。戦時下であり、政府の公式発表は、その3ヶ月後だったという。百四十四年一月十九日、 スポーツマスで開かれていた、高齢会で、ダンカンと3人の出席者は逮捕され、開裁判所で放浪罪に問われた。罪を認めてゴシリング払えば釈放であったが、これを拒否して、ロンドンのホロウェイ刑務所に送られ、裁判を受けた。今度は放浪罪ではなく、窃盗罪と、1735年施行の、すでに全く適用されていなかった、魔法行為禁止法違反で告訴された。 スピリチュアリストたちは、急いで資金を募り、証人と証言を集め、新聞でキャンペーンを張った。裁判では41人の証人が、ダンカンの霊媒能力について証言した。最終的に1735年の魔法行為禁止法違反で、有罪、窃盗罪については、無罪という判決が言い渡され、保釈金も認められなかった。なお弁護側は、 上院と最高裁判所に訴えたが、これも帰却された。ロンドンのホロウェイ刑務所に戻され、9ヶ月間、投獄された。1944年9月22日、高齢会に出席しないと宣誓した後に、釈放された。しかし、間もなく、霊媒としての活動を再開した。1956年11月、ノッティンガムで開かれた高齢会に警官が押し入った。 一部のスピリチュアリストは、警官が高齢会を妨げたことで、ダンカンが重篤なダメージを受けたと書いた。ダンカンは長年肥満による健康不良があり、警官が押し入った1ヶ月後に死亡した。ありがとうございます。